では車のルームツアーの企画が始まりました、はい、始まりました、はい、はい、この企画はですね、人様のお車にお邪魔して中を、ね、見させていただくという企画でございます。はい、人の車をじろじろ見るというね、そういう企画でございます。だんだん決まり文句になってきたね。そうだね、はい、はい、この企画ももう4代目とか5代目とか ね結構見させてもらってるんですけれども、今回のお車はね、ハイエースです。はい、はい、今回もめちゃくちゃかっこいい車に来ていただきまして、はい、もうね、後ろにちらっと映ってると思うんですけれども、聞いたお話だとこちらね、内装はもう世界に1台しかないということで、世界に1台ってもうめちゃくちゃワクワクするワードだよね。そう、なので早速ね、見に行ってみたいと思います。はい、はい、ということでフロント側を見ていきたいと思います。はい、まずはね、ちらっとこう外装を見させてもらうということ で、ね、フロントね、もうそもそも丸めだもんね。丸めいいよね。これは多分フレックスドリームさんのフェイスですかね、 FD クラシック。はい、上の方にはねキャリアついてますね。上のキャリアおそらくライノラックだと思うので、そうですね、これもねお揃いかなと勝手にお揃いお揃いをね、アピールしてます。すごい親近感が湧いております。じゃあ後ろちょっと見たいと思います。はい、ということで、後ろ側にね、回ってきたんですけど、後ろはねなんか全然違うね。そもそもあの、後ろの窓がねほぼほぼもう埋まっていて、ちょっとあの黒いところからね見えるっていう。今回の車がセドナをねベースにされてるっていうことなので、セドナは結構ねああいう背景多いですよね。ちょっとうちのチャンネルでセドナって初めてじゃない？確かに初めてかもしれない。すごい、ずっと気になってるけど、ね、あとラダーですね、ラダーがついてるんで、なんかこれもまたねリア側のこう見た目をねだいぶ変えてる要因の一つですね。全体的に白にマットの黒、それがなんかまたちょっと外車っぽくてかっこいいよ ね、じゃあちょっと早速どこ行って中行って見てみますか。はい、はい、横に来ました。横すごいね、このステッカーの貼り方がめっちゃかっこよすぎて、確かになかなかこれはもう真似できない。真似できない、真似できない。もうセンスだから、ここはね、センス。そうだよね、うん、で、あとこれね、オーニングね、ARB のオーニングめっちゃかっこいい、かっこいいね、しかもなんかハードケースなんだ。そうそうそう、ハードケースめっちゃいいよね、雨に濡れないし、で、あと網戸もね、ついてるので、もう中もね、きっと快適に過ごせるお車になってることでしょう。そうですね、はい、あとね、タイヤは東洋タイヤのオープンカントリーで、ホイールはね、なんかレトロめの丸っぽいやつで、 FD クラシックのホイールなんじゃない？あ、これ FD クラシックのやつなんだ、うん、シンプルで可愛いね。この辺はマットだけど、ここだけちょっとメッキだから、それもなんかちょっとアメリカンでいいね。そうだね、いいよね。では早速中にお邪魔しましょう。開けさせていただきましょうか。お邪魔します。おやべ、めっやばい、じゃ素敵。今回も結構ねやばいですね。すごいね、かっこいいですね、うん、ちょっとじゃあまた詳しく見させてもらいましょうか。りょうくん、じゃあカメラマンお願いします。はい、では早速横から行きますか。行きましょう。今回さ、内装はもう世界に一つだけのワンオフで作ってもらったってさっきオーナーさんからお伺いしたけど、確かにこのスタイルありそうでなかったスタイルだなと思って、この席を逆にして後ろを棚にするっていう、すごいね、新鮮な感じです。確かに、なんか棚がね乗ってますね。はい、こちらには棚が乗って、でここにねキャンプグッズとか、確かに、はい、これはもう間違いなくキャンプグッズだね。そうね、キャンプグッズとかが乗ってて、はい、で上にね冷蔵庫あります。上には冷蔵庫、前の席からも取れるし後ろからも取りやすいっていう位置、結構完璧な気がする。確かにね、運転席と助手席の後ろだから、そうそうそう、前からも取れるんだ。そうだから買った食材とか入れちゃって、で食べるときは後ろから取るみたいな。完璧です ね。そしてね、結構ね無駄になりやすいデッドスペースのこのステップ部分は、よく使うであろう。そうだね、コードリールとか、あと蚊取り線香、蚊取り線香ね、入れ物。そしてねステップ部分ね、これ何、ステップにぴったりなサイズなんだけど、ね、これはすごいね、セドナさんの特有のものなのかな。この棚多分取り外せるようになってるので、いざとなった時はこのシートは前にも行ける。なるほどね、そうやつだから、だからいざとなったらこういうスタイルも行けるっていう多分ことなんだと思う。あ、そのセカンドシートは純正じゃないよね。うん、そう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 。あ、いいわ、羨ましいね。このスタイル結構ちょっといいなって、ちょっと憧れあるよね。かおり、そっち行ったの？うん、
そう、こっち側もね開くようになってて、めちゃくちゃキャンピングカーで旅行くとかじゃなければ多分結構両側開いた方が便利っちゃ便利だよね。そうだよね。じゃあお邪魔していいですか。お邪魔させてもらいましょうお邪魔させてもらいましょう。失礼します。よいしょ。後ろからも行けるし横からも行けるっていう、めっちゃいい。なかなかこのベッドに横から行くってないよ、うん、そうだよね、うん、おーめっちゃかわいい。すごいなんか洗練されてる空間な感じがするよね。すごいね。でやっぱりほら上は木張りですよ。木張りだね。やっぱ素敵だね、うん、であとやっぱりあのほら横側が断熱も含めたモフモフの生地になってるのはさ、あのセドナさんとか確かにねよくあるけど、やっぱこれめっちゃ可愛いね。可愛い、うん、もうそもそもね今結構主流になってきてるけど上をね、うん、木にするっていう、やっぱセドナさんがね最初の方だもんね。セドナさん結構早めに ね導入されて、導入してたもんね。うん、とはいえここはもう世界で一つだけの空間なのでですね。じゃあちょっと細かく見ていきましょうか、はい、まずねここに天井からはライトがぶら下がって、それライトなの。そう、中にねぼんぼりじゃないんだ。と失礼して、ああーゴールゼロ、ゴールゼロ、なるほどね。それを天井木なんで、うん、そこにフックつけてぶら下げてると。そう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 、かわいい、ね、でもこのぶら下げ方もさカラビナでこう下げてて、ちょっとこうキャンパーの風を感じるよね風ねキャンパーの風を感じるよ、ね、うん、そうで両サイド有効ボードなんですけど、とりあえずこっちから見ていこっか。そうだね、うん、もう整頓めちゃくちゃされてて、なんかこれが有効ボードの使い方なんだなっていうお手本みたいな感じになってるよね。であのワンちゃんのお洋服とかかけてあったりとか、うん、しかもねエイプのまたねセンスを感じますね。あ本当だよね、うん、ハンガーとか小物入れ、はいはいはい、とあとはマグカップ、すごいなんかマグカップもこれやっぱ有効ボードがあるとねこうやってかけられるからいいよね。そうだね、うん、そしてね反対側、うん、私たちも好きなダルトンがね飾ってあります。ダルトン飾ってありますね、うん、なんか可愛い ねダルトン可愛い、合うねこのお車に。そうだね、そしてなんか写真が素敵。そうそう写真素敵なのと、あとここにこう温度計と湿度計もあるんだけど、それもなんか素敵だよね、うん、そしてその下はこれねポタゲンなんだけど、これもね有効ボードにフックかけて、これでゴムでこう固定して動かないようになってるんだよね。めちゃくちゃ考えられてる。そうそうそうすごいよね。でねこっち側の有効ボードの上はちょっとした収納スペースがありますね、うん、はいはい、棚ねすごい使いやすそうだね、うん、まあ、小物入れたりとか、はい、緑飾ったりとかね、うん、あとこっち側に移動すると、はい、うん、シェラカップ祭り、シェラカップ祭り、うん、めっちゃなんかいいよね。いい、このいっぱいこうある感じがすぐに取り出しやすい位置にシェラカップとかこうやってまとまってると、なんか車中泊とかでも使いやすくていいね。そうだね、うん、なんだろうこれ、キャンプギアって袋には書いてあったんだけど、お、なになになに、ミルデザインワークスの扇風機です。扇風機やばこのデザイン。あ、そうやって入ってるんだ。でこれが三脚なんだよ。そういうこと絶対そうだよね。そういうことか、あ、そこに乗せられるんだ。多分そういうことだよね。すごい、え、あ、欲しい、こうやってなるもん。なるほどね、やば超欲しいんですけどかっこいい、うん、なんか暑さ対策でね車中泊でめちゃくちゃいいです ね。いやアイデア商品出てるないっぱいな。そしてそれを選ぶねオーナーさんのセンス、確かにどこ見てもめちゃくちゃいいね。ね。やっぱりそこのさ、うん、足元というかなんかスイッチがあってかっこいいね。スイッチある、うん、ライト、オーディオ、USB ってことはじゃあサブバッテリーがあるのかな。そうだね、ボルテージとかがあるから、うん、多分そうだと思う。おー、いや完璧だな、完璧完璧。あとはもうメインのこの空間だよね。ベッドがあってここにねテーブル、これ多分天板乗せるタイプの、あ、本当だ、テーブルですね。すごい、そうそうそう、なんかその位置にあるとなんかこうリアゲートね開けて景色見ながらねご飯食べたりとかね、うん、であとすごいやっぱいいなって思うのが、うん、後ろがこういう感じで後ろ向きになってるから、うん、背もたれがあるんだよね。ちょっとやってみて、こうやって、あーなるほどね。そうこれさできる車少ないじゃない。めっちゃいい。その分幅も広くなるから快適になるし、そういうことね、安くもなるし、いいな、これはちょっとアイデアだなと思った。そんな感じかしら。そうだ ね正直さこの間取りありそうでないよね。ない、今まで見たことないもん。確かに、そうめっちゃいいと思って。めっちゃいいね。
もしデラックス買ったらやりたいこれまたハイエース買うのちょっとこれめっちゃ良くない？そうだね、すごいいいと思う。やっぱね、間取りって大事だよね。大事だね。それでだいぶさ、生活スタイルが変わるから、ね、そうそうそう、うん、どうやって過ごすかとかね。じゃあカオリ、ちょっと最後さ、リアゲートの下側に収納がちょっとねあって、あ、よかったら見ましょう。今日めっちゃパンダ出てきてくださいはい、はい、うわ、後ろからも可愛い。後ろからいいでしょでさ、うん、座ってる時めっちゃふかふかだなと思ってたんだけど、はい、いわゆるそのベッドキットのシートの上にふかふかの、うん、ふかふかマット、うん、マットレス引いてこれ引いてたんだね。おお、なるほどね、うん、もうこれがね、うん、最高に気持ちよかった。でもなんかこのさ、上の素材なんかいいよね。そうだね、うんうん、結構やっぱこれ取り外せるとはいえ、なんだかんだこのまま使う方とかも結構多いから、ね、このままのね、スタイルで維持するんだったら、うん、こういう感じで引いちゃったら便利かもね。そうだね、うん、あとさ、ここもう、なんだろう、パネルになってて、そうなんだ。そうで、ここがね、見えるようにしっかりなってて、で、あとね、やっぱね、ほらベッドの下に収納があるから、いいね、本当にもう、多分これテントとかね。そうだね、だってキャンプめっちゃされるって言ってたから、うん、やっぱキャンプ動画めっちゃ詰めないとしょうがないもんね。確かに、うん、キャンプもして、車中泊もできて、うわ、完璧なね、車両です。完璧だね、うん、じゃあ、こんな感じ？こんな感じでね。わー、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。邪魔しました、はいはい、ということで今回はハイエースをね、はい、見させていただきました。いわゆるワンオフでキャンピングカー仕様にね、はい、するとかね、結構されてる方もいらっしゃるかもしれないですけど、はい、今回は車中泊仕様というか、うん、ベッドがあって棚があるってスタイルだったんですけど、はい、本当にね、こう一工夫で全然今まで見たことのないようなレイアウトになったりとか、すごいね、勉強になるところがたくさんあって、はい、真似しちゃいたいなって思いました。そうですね、盗めるところはたくさんあった気がするそうだね、後でオーナーさんに、ね、聞いておきます。はい、今回のオーナーさんは、まあ、これで車中泊も行くしキャンプもね、結構行かれるってこと で、うん、やっぱね、ギアをたくさん詰めるっていうのもハイエースのね、魅力かなと思いました、はい、ということで今回もご視聴ありがとうございまし た。次回もぜひよろしくお願いしま す。ではまた。Seems as if the world stopped spinning round and round. Oh, since I found you. 'Cause every time I see you, life goes bright.